母は言った。これは救済だと。母は俺のすべてだった。俺を育て、志を解き、そして救済の道へと俺たちを導いた人。その言葉に従うことに、微塵も疑問はなかった。だから俺は、空に生きる人々を救うため、母の導きのままに多くを切った。やがて、母は言った。この空を、すべてを犠牲にすると。母の言葉に、母の行動に疑問を抱いたことなどなかった。だが、この時初めて、母は間違っていると思った。他者のための救済という皮をかぶった自身のエゴによる悪意ある強行。母の子として、母と共に歩んだ身として、俺は母の誤りを正さねばならなかった。だから俺は母に刃を向け、本意を願った。しかし、俺も母と変わりはない。俺は母を妄信し、追随し、文字通り自分自身を見失い、そして、多くの罪を犯した。自分自身の気持ち、心の中の思い、それこそが井戸さんなんです。誰のものでもない、本当の井戸さん自身。忘れた日はない。それは、かつて俺の心を救ってくれた少女の言葉だ。彼女に報いるため、今日も俺は便利屋として奔走する。それこそが、自分と母の贖罪につながっていくのだと信じて。ダリの災厄と呼ばれる大きな災害があった。もう15年も前の出来事だが、あの悲惨な光景は今でも鮮明に思い出せる。突如として生じた巨大な爆発。故郷は炎に包まれ、日常の風景は一瞬で失われた。人々は逃げ惑い、あるいは倒れ、悲鳴と絶叫が溢れ返った。花をつく異臭は、家が、人が焼かれて生じたものだった。そして、耳をつんざくおぞましき巨大な竜の咆哮。当時まだ幼かった俺も、本来ならば死すべき運命にあった。もう。大丈夫。私が救ってあげましょう。イスタルシアを目指す、星旅の室、アビアの長、リリス。突如として現れた彼女は、最悪から俺の命を救ってくれた。その日からリリスは俺の母となり、導き手となった。もっとも。それが幸運だったのか不幸だったのかは未だにわからないが、母に従う教徒の数は膨大だった。幼いながらに思ったものだ。これほど多くの人々に慕われる母はすごいのだと。俺はそんな母の力になりたい一心で、懸命に修練を積んだ。お前は筋がいいな、井戸坊。教団幹部であるガランツァからは、何者にも負けぬ戦闘術を。親の七光だと言われたくはないのでしょう。ならば実力を示しなさい。結果が全てなのですから。マギラ・フリラからは、何事にも動じぬ精神力を教わることができたのは行幸だった。やがて俺は将軍格として遇されるようになる。母の意向とは関係のない俺自身の力で勝ち取った地位だ。これで堂々と母の力になれる。俺は無邪気に喜んだものだ。母こそが多くの人々を救う救世主だと信じていたがゆえに、少なくともこの時は。リリスは救世の巫女としてルリアを捕らえ、俺は彼女の護衛を任じられた。それは団長たちとの決定的な対立を意味していた。ルリアの力を利用し、各地に封じられた聖召獣を解放していくさなか、俺は幾度となく団長たちと衝突することとなる。時には奇妙な共闘をすることにもなったが、リリスは理想郷イスタルシアへ至る道を開き、皆を救う救世主となるはずだった。だから彼女を信じ、多くの人々が付き従ったのだ。だが違った。リリスは嘘をついていた。彼女の正体は星の民であり、その狙いは星の世界へ帰ることだった。そして星の世界へ至る道を開くため、皆を裏切り、切り捨て、この空をも犠牲にしようとしていた。やむなく俺はリリスに考えを改めてもらうべく奔走することとなる。俺は彼女が翻意してくれることを最後まで祈っていた。だが、その思いは最後まで叶わず、ついには団長たちと共にリリスを打ち倒すに至る。変事はその直後に起きた。リリスは俺に施していた封印を解除。俺はダリの最悪の一員でもある、最も忌むべき竜。ゼーガにたゆたう破壊の一翼、すなわちバハムート・オルタとなり果ててしまう。ダリの災厄を引き起こしたのは、俺が母と慕ったリリスだったのだ。俺は俺から家族と故郷を奪った仇を母と呼び慕っていたのだ。今ならばわかる。なぜリリスは俺を助けたのか。ただ俺という器が破壊神を封じるのに適当だったからだろう。俺は家族と故郷の仇を母と妄信した。そして母に従い多くの罪を犯した。挙句切り捨てられたのだ。破壊神になり果てるのは似合いの末路だったのかもしれない。自分の体が破壊神に変化していく時のことは生涯忘れられない。排除せよ、破壊せよ。呪詛のごとき衝動が全身を駆け巡り、俺を黒く塗りつぶしてゆく。まるで激流にさらされ、岩にしがみつく子犬のごとく、俺はただ押し流されるのを待つことしかできなかった。もしあの状態がもうしばらく続けば、俺は魂のかけらに至るまで激流にかき消されていただろう。だが、そんな俺を団長たちは最後まで見捨てなかった。後で聞いた話だが、団長たちはこう決めていたらしい。ふてぶてしい俺がバハムートになど負けるはずがないと。だから正気に帰るまでぶん殴ってやろうと。ひどい話だと苦笑したくもなる。もっとも結果論だが、その選択は正しかった。団長たちの呼びかけで、俺は正気を取り戻し、分離した破壊神を共に打ち果たすことに成功したのだから。しかし、犠牲は皆無ではなかった。破壊神の給与の一撃により、俺は異空間に囚われてしまう。生還できたのは、ローランという男が俺の代わりに犠牲となったからだ。後にフォルカへと行き着いた俺は、ローランの後を継いでベンリアを始めることとなる。ローランの恩に報いるため、そして少しでも犯した罪をあがなうことにつながると信じて。俺は団長たちと共にローランの留守を預かり、ベンリアとして奔走していた。多くの依頼を無事こなすことができた結果、その依頼が俺たち、いや、俺の元に来たのは、ある種の皮肉だったのかもしれない。教団によるシーダホルム襲撃の件はご存知のことと思います。気空団連合ラファールの担当者はそう話を切り出した。かつて俺が属していた教団はシードホルムを襲撃した。その結果、多くの人々が家を失った。そんな彼らの中から希望者を募り、テンペールに移住させる計画があるのだという。そこで生活の基盤が整うまでの短期間、彼ら移住者の護衛をしてほしいそうです。移住者には女性や子供も含まれるため、信頼と実績のある皆さんを指名したいとのことでした。どうする？今回はお前、抜けるか？事情を知るラカムは、俺の立場を気遣った。だが、俺の心は決まっていた。いや、やる。贖罪のつもりだった。俺や教団のせいで家を失った人々のためになるならばと。もちろん抵抗はあった。俺のもとへこの依頼が来たのは、教団に所属していた過去を知られていないからだ。俺が過去のことを黙ったまま彼らに尽くすのは、贖罪ではなく、ただの偽善ではないか。それでも俺の心は決まっていた。求められることに応じようと。それこそが俺の贖罪になるのでは。そう思ってのことだった。今求められているのは護衛だ。ならば命に代えても彼らを守ろう。だが、その後、あるいはその途中でもいい。贖罪を求められれば応じよう。裁きを受けろと言われれば、それも受け入れよう。自分でも理解はしていた。過去と向き合うべき時は、間近に迫っていると。俺たちは移住者と共にテンペールへとやってきた。移住予定地は水辺にある壊れた倉庫付近だ。ここなら水もあるし、整備すれば倉庫を当面の家屋として使える。半壊しているが門もあるので、補修すれば備えになるだろう。移住者たちの間に漂う空気は重かった。生まれ育ったシードホルムを離れることに抵抗があるのだろう。俺たちの任務は、有事の際に彼ら移住民の安全を確保することだ。だが、彼らの負担や不安を軽減するためには、じっとしていられなかった。俺たちは、周辺の警戒をする一方で、積極的に移住の手伝いをした。荷物運び、壊れた建物の修理、資材や食料の調達。やれることなら何でもやった。少しでも彼らの生活が楽になることを願って。もっとも、俺の貢献などたかが知れている。移住民たちの雰囲気を変えたのは、子供たちだった。子供が集まれば、そこにあるものは何でも遊具となる。彼らは水辺で遊び、初めて見る草木や虫で遊び、壊れた倉庫に忍び込んでは叱られていた。移住者たちにとって、新しい環境に適応し、元気よく遊ぶ子供たちの姿は、何よりも大きな励ましとなっているようだった。イオやルリアなどは積極的に子守を買って出た。もっとも、傍から見ると子守というより一緒に遊んでいるようにしか見えなかったが、そんな状況だからこそ、俺はある少女の存在に気づいた。この地へ来てからというもの、よく奇妙な視線を感じていた。その視線の主こそが彼女、ハーヴィンの少女だった。いや、ハーヴィンである以上、最初は彼女が本当に少女と呼べる年齢なのかはよくわからなかった。ただ、よく他の子供たちと一緒に遊んだり、親の手伝いをしたりしていることから、少女だと思っただけだ。彼女は、機会さえあれば、俺に視線を向けてきた。敵、恐怖、あるいは、殺意すら含まれる視線を。その理由が分かったのは、俺が荷物を運び入れようと、一人倉庫に向かった時のことだった。いつものように掃除の手伝いでもしていたのだろう。たまたま中に彼女がいたのだ。来ないで。彼女は心の底から俺に怯えているようだった。落ち着け。君を傷つけたりしない。絶対に。信じられないわ。みんなは気づいてないみたいだけど、私は覚えてる。あなたがシードホルムで何をしたのかを。後で分かったことだが、彼女は14歳のハーヴィンで、名をシロルと言った。教団の襲撃により、人々が傷つくところを目の当たりにし、家を失った一人だった。俺はあまり戸惑わなかった。こんな日が来ることは覚悟していた。それが今日だったというだけの話だ。どうしてあなたがここにいるの？また私たちの新しい家を奪うつもり？違う。一つだけ困ったことがあるとすれば、俺は口下手だということだ。それでも、どうにか俺は言葉を紡いだ。あの罪を忘れた日はない。今は護衛を求められたので、護衛をしている。だが、望まれるのなら、どんな食材でもすると。信じられない。どうせ口だけでしょ。異変が起きたのは彼女がごく当然の反応をした時のことだった。警戒を促す鐘の音が村に鳴り響いた。ゴブリンが出やがった。外にいるやつはすぐに避難しろ。状況を知らせたのは監視中のラカムの声だった。そんなお父さん。落ち着け。任せてくれ。俺は少女に避難を指示すると急ぎ倉庫を飛び出した。みんな訓練通りに早く逃げるんだ。ゴブリンは私たちに任せてくれ。安全が確保できるまでは避難を。厄介な状況だな。だがそれを何とかするのが俺たちの仕事ってわけさ。とにかく蹴散らすぞ。別の方角からの新手か。 B 君、住民たちの様子を見てきてくれないか。分かったぜ。任せてくれ。ぶっ飛べ。終わりだ。数が多いな。一体どこから。以前も獣人が暴れてた土地だからな。ところどころに隠れ住んでやがるんだろう。今はまず周囲の安全を確保するのが先だ。シロル、もしあのハービンの子か。イド、心当たりがあるのか。ならとっととこいつら倒して探しに行こうぜ。よし、仕留めた。シロルは風車の方にいるかもって話だ。親父さんが復旧作業をしてたらしいぜ。なら信憑性は高い。彼女は父親の安否を気遣っていた様子だった。それじゃあ風車の方に行ってみましょう。風車のそばにゴブリンどもがいるぜ。シロルはこのどこかに。まずいな。こちらに注意を向けさせる。切り込むぞ。こっちを狙ってる敵がいるぜ。終わりだ。おいおい置いてるぜ。この手にやられたみてえだ。ここだ。せよ。誰かいるの。シロルちゃん。シロルちゃんですか。安心してくれ。私たちは君を助けに来たんだ。しばらく隠れていてくれるかな。うん、分かった。ありがとう。まだいたか。邪魔をするな。この声って、もしかして受けてください。やるな。とどめだ。片付いたな。シロルちゃん、出てきていいぜ。混乱の最中にあってシロルを見つけ出せたのは幸いだった。もう大丈夫ですよ。ありがとう。ルリアが彼女に駆け寄る。怪我を負っているような様子もない。シロルはどこか居心地が悪そうだった。無理もない。ここに俺がいるからだろう。彼女たちがここへ移住するきっかけを作ったのは俺であり、ここへ移住しなければ彼女が今回のような危機に陥ることもなかった。文字通り合わす顔がない。シロルにとって都合が悪いのなら俺がここにとどまる理由はない。俺はキロの安全を確保する。彼女は任せる。イドさん、信頼できる仲間たちにそう頼むと、俺はその場を後にしたのだった。さて、ドーナです。ゴブリンの襲撃の翌日、俺のもとへ思わぬ来客があった。俺の過去を知る少女、シロルだ。この間助けてくれたことへのお礼がまだだったから、あの時は助けに来てくれてありがとう。正直わざわざ礼を言いに来るとは思わなかった。だから俺は言った。礼は必要ない。お前たちにしたことを思えば。そうね。あなたたちのことは、教団がしたことは許せない。あの日、私はシードホルム城で大勢の人が傷つけられるのを見たわ。家族の思い出が詰まった家も失った。全部あなたたちのせいよ。すまない。他に言葉が出なかった。俺にできることはないか。どんなことでもいい。それは俺の願いでもあった。ただ彼女たちの望みに応えたかった。だが、あなたが何をしたってあの日は戻ってこないわ。そうでしょう。一言も返せなかった。そうだ。過ぎたことは元には戻せない。もう二度と。もういいわ。助けてくれたことにお礼を言いたかっただけだから。それじゃ。シロルはそう言うと、俺に背を向けて走り去った。彼女は未だに俺を、教団を憎んでいるのだろう。にもかかわらず、俺にわざわざ礼を言いに来た。彼女のことがよくわかる。きっと、根は優しい少女だったのではないか。教団がシードホルムを襲撃するまでは、そんな痛いけな少女を変えてしまったのは俺たちなのだ。一人残された俺は、改めて犯した罪の重さを、噛み締めることしかできなかった。この移住地は一度ゴブリンによって襲撃された。その際にかなりの数のゴブリンを討伐することはできたが、移住地の守りはまだ十分ではない。住民たちを安心させるため、また、ゴブリンの残党に備えるため、しばらくは警戒を密にする必要がある。俺は見張り役を買って出て巡回を始めた。団長とルリア、B が話しかけてきたのは、そんな時だった。ゴブリン襲撃の時に助けたシロルちゃんのことでお話があるんです。ルリアはそう切り出した。俺か、あるいは彼女の態度を見て何か察したのかもしれない。何のことだ？俺は平静を装った。これは俺個人の問題で、団長たちとは関係がない。バレちまったんだろう、お前が教団の一員だったことが。B もルリアもすでに事情を察していた。いつかこうなることは分かっていた。これは俺の問題だ。気にしなくていい。それは俺の本音だった。だがルリアと B の見解は異なるようだった。オイラたちはもう仲間だろ。仲間が抱える問題はオイラたちの問題じゃねえか。そうです。シロルちゃんにもきっと分かってもらえます。私は井戸さんとシロルちゃんに仲良くなってほしいですし。頼れる仲間がいるというのはいいものだ。こんな時だからこそ心底そう思う。だから俺は彼らに遠慮なく望みを言うことができた。一つだけ頼みたい。俺に何があってもシロルたちの望みを叶えてほしい。それだけだ。それこそが仲間だからこそ託せる俺の望みだった。俺の言葉にみんなは押し黙ってしまった。俺には償うべき罪がある。みんなもそれを知っているからだろう。ややあって団長が口を開いた。自分たちのすべきことをする。それだけは約束する。ここ数日、俺に向けられる視線が大きく変化していた。誰も彼もが明白な敵意を俺に向けてくる。視線だけではない。今や、誰もが俺を遠巻きにし、話しかけるどころか近づこうともしない。理由を推察することは容易だった。だから団長たちが心配してやってきた時も俺は平然と答えることができた。みんな俺の過去に気づいたんだろう。あのシロルという少女が話したかどうかは関係がない。この移住民たちは全員がシードホルムで教団の被害に遭った人々であり、シロルがそうだったように他の誰かが俺の過去に気づいたのだとしても不思議はない。そして彼らには俺を恨む権利がある。井戸さんにだって事情があったじゃないですか。ルリアをはじめ団長たちは口々に俺を弁護した。子供の時にリリスを母として頼らざるを得ない状況に追い込まれ、半ば利用されていたと。しかし、最後には共にリリスの罪を問い、この空の平和を守ったと。どんな状況だったとしても、俺が歩んできた道には違いない。これは、俺が背負うべき罪だ。俺の決意のほどが伝わったのかはわからない。団長たちもそれ以上は何も言わなかった。その日、俺のもとに再びシロルがやってきた。これまでとは様子が違った。追い詰められたような、何かを食い入るような表情だ。ごめんなさい。あなたとの会話を村の誰かに聞かれていたみたいなの。正直に言う、謝罪される理由がわからない。シロルは何も悪くない。そのことを分かってもらおうと、俺はどうにか言葉を紡いだ。非難の目を向けられることも含め、これは俺が背負うべき罪だと。いつかは知られることだし、知ってもらうべきだと考えたこともあると。そんなのって悲しすぎるじゃない。シロルは戸惑っているようだった。俺の罪のことで彼女を戸惑わせるのは俺の本意ではない。何と言えば納得させられるのか迷っていると、彼女の方が先に口を開いた。お願い、一つだけ聞かせて。教団に利用されてたってどういうこと？育てのお母さんに剣を向けたって本当なの？どこでそのことを？あなたの仲間の団長さんから。そうか。団長は言った。するべきことをすると。シロルに俺の過去を話すことが必要だと判断したらしい。誰から聞いたかなんてどうでもいいわ。それよりどうなの？本当のことなの？俺には質問の意図がよくわからなかった。俺の境遇がどうであろうと、俺が行ったこととは関係ないのだから。だからこう答えるしかなかった。俺の罪とは関係のないことだ。待って、それじゃあなたも私たちと同じ被害者じゃない。シロルは衝撃を受けていたようだ。正直なところ、なぜ彼女が衝撃を受けているかがわからない。その時だった。まるで俺とシロルの間に横たわる沈黙を打ち破るように、忌まわしい鐘の音が鳴り響いた。敵か。状況は前回と同じくラカムによって知らされることとなる。大変だ。輸送隊がゴブリンの襲撃を受けてやがる。移住民の生命を握る大事な物資の危機。事の重大さは明白だった。すぐに行く。シロル、家族と一緒に避難していてくれ。分かったわ。今度は村を出たりしないから。ああ、信じている。俺は団長たちと合流すると村を飛び出した。来てくれたか。この物資はイシウシの生命線だ。なんとか守ってくれ。俺たちに任せな。ゴブリン退治なら慣れたもんだぜ。行くぞ、蹴散らす。すごい、あっという間にあれだけの数のゴブリンを。増援か。まだこれほどの数が来るとは。まずいぜ。村の方にもゴブリンどもが向かってやがる。何？しかしこの物資を奪われるわけにも。いや、俺が行く。ここは任せていいか。ランツあるじゃねえか。じゃあとっとと引きを追っ払ってこい。よし、行こうぜ。井戸村はこの先だ。急ごうぜ。ああ。なんてこった。占拠されちまってるぜ。だがこの数、俺一人で十分だ。護衛の人たちはまだなの？このままじゃ私たちみんな。いや、来てくれたぞ。あれは。みんな家から出るな。すぐに片付ける。一人で戦うつもり？離れちゃうよ。敵リードならやれるぜ。信じて待っていてくれ。終わりだ。どうなってしまうの？落ちろ。俺のこの力は誰かを守るためのものなんだ。過去は許されないかもしれないが、今は守ることができると証明だけはしたい。あの人。終わりだ。たった一人で私たちのために。だがそもそも俺たちが兵を失ったのはあいつが。教団はあの時終わりだ。私たちから目を奪った。でも今の井戸は必死に私たちのために。まだ来るか。やべえな、さすがに数が多すぎる。関係ない、全て聞ける。井戸、あ、またゴブリンの増援が。頑張って井戸。ヒロル、お前あんなやつを。お願い聞いてみんな。井戸は確かに大きな罪を犯したかもしれない。それは本当。でも今私たちの前にいる井戸は私たちのために命をかけてくれている井戸よ。それも間違いなく本当でしょ。そうだわ、シロルの言う通りよ。巨大には山ほど恨みがあるけど、井戸は共にこの村を作り、共に村を守った仲間。そうだったな。井戸、あなたに全部託すわ。村を、みんなを助けて。お願い井戸、村を、みんなを守って。俺がみんなを守ってみせる。井戸からすげえ力を感じるぜ。無茶してねえか。大丈夫、俺はもう二度と彼らの家を失わせはしない。頑張って動くな。俺たちも応援するぞ。やっちまえ井戸。でかいのが来たぞ。お願いどけない。あと90秒で済ませる。本当に一人で救おうとしている。いいぞ、やっちまえ。で仲間を呼び出しやがった。こいつをくれ。ありがとうひど。重大点か。俺の振るった体験が最後のゴブリンを切り裂いた。終わりだ。手応えはあった。このゴブリンが動くことは二度とない。もはや周囲からは微塵も敵意は感じられない。終わったのだ。俺は最後にもう一度体験を振るって返り血を払うと背負い直した。やったー！井戸がやったわ！集落に歓声が響き渡ったのはその直後だった。もう大丈夫だ。俺がそう告げると、住民たちは次々飛び出してきた。すげえ！あれだけのゴブリンを倒しちまったのか！助かったのね！ありがとう、井戸！俺は戸惑ってしまった。俺が家を奪った人々が、今は俺を褒めたたえてくれているからだ。悪い、遅くなった。大丈夫か？ラカムの声がした。どうやら輸送隊の方も危機は脱したらしい。団長たちに任せたのだから当然の結果だ。心配いらないわ。井戸が全部倒してくれたから。シロルをはじめ他のみんなも口々に俺の戦果を褒めたたえる。ああ、それで井戸が居心地悪そうにしてるんだな。こいつ褒められることに慣れてねえから。ラカムの指摘は当たっていた。もっと胸を張っていいんですよ。井戸さんはみんなを守ったんですから。ルリアや他の仲間たちも次々と似たような言葉で俺をねぎらおうとする。正直なところまだ喜ぶ気にはなれなかった。俺の償いきれない罪を考えれば。だが最後に団長が投げかけてきた疑問にだけは堂々と答えることができた。誰かを守る戦いはどうだったかと。俺は答えた。悪くないと。どうもです。2度目のゴブリン襲撃から一晩が経った。水辺の村は落ち着きを取り戻し、話し合いの場が設けられた。俺と移住民たちとの間で。彼らは口々に言った。教団は俺たちの故郷を襲った。そのことはまだ許せねえ。だけどイド、あんたが俺たちを守ってくれたことも事実だ。あなたが命がけで戦うところをみんなが見たわ。そんなあなたを非難できる人はここにいない。俺は思わず尋ねてしまった。つまり、どういうことだ。あなたさえよかったら、今まで通りここを護衛してほしいってことよ。シロルの言葉に俺は思わず耳を疑った。俺は罪人だ。その俺をこのまま受け入れるというのか。井戸さん、そう声をかけたのはルリアだった。俺が思わず振り返ると彼女は無言のまま笑ってうなずいた。そうか、ルリアの笑顔に込められた意味を悟る。ベンリア代行として人々に求められることは何でも受けよう。それこそが俺の贖罪になり、またローランと交わした約束を守ることにもなる。そう信じて俺は今日までやってきた。それが少し認められたのかもしれない。なんだイド、すっげえ難しい顔してるぞ。いや、これはどんな顔をすればいいかわからんだけだ。おいおい、不器用にも程があるぜ。ラカムがいい。みんな笑った。俺だけはやはり困ったような顔をしていただろうが。大事な話をしているところすまない。ちょっといいだろうか。その時話に入ってきたのは俺たちが救った輸送隊の一人だった。我々は物資の輸送だけじゃなく移住計画の進捗を見る役割も担っている。今回の一件でよく分かったが、この辺りはまだ危険なようだ。移住計画は一旦白紙に戻すよう上層部に掛け合ってもいいが。答えたのはシロルだった。何も問題ないわ。この村には魔物退治も得意な便利屋がいるもの。便利屋としての仕事は家具の修理から魔物退治、時には恋の悩み相談と非常に幅広い。恋の相談など俺にとっては難解極まりない。それでも俺が力になれるのならと今日も様々な依頼を引き受け奔走する。西へ東へと。その日受けた依頼もそんな何気ない依頼の一つだった。井戸さん、何かいいことでもあったんですか？依頼主の名前を見た俺はルリアからそんな指摘を受けることとなる。まあな。頬が緩むとはこういうことを言うのだろう。俺は黙ってルリアに今日の依頼状を見せた。依頼主の名はシロルとあった。